ゾルンェン石灰岩は、ドイツ・バイエルン州のゾルンホーフェンを中心とした地域で産出する石灰岩である。世界的に有名なラーガーシュテッテの一つで、シソチョウをはじめジュラ紀後期の動植物化石が大量に発見されている。クモヒトデの化石ジュラ紀後期、この地域は、鉄使い末端の多頭海だった。外目と隔てられた穏やかなラグーンでは、 高い塩分濃度と酸素の欠乏のため、腐食性の生物は活動できない。よって、外目から運ばれてきた生物の死骸は損壊されることなく、ゆっくりと堆積物中に埋まり、普通では残らないような組織も化石となった。ラグーンが干上がると、その泥に足を取られた虫や恐竜も化石となって残った。化石の量自体は多くないものの、質は、 大変優れておりジュラ紀の生物症の一端を垣間見ることができる。ゾルン方変石灰岩は、キめが細かいことから、建材、彫刻用の石板、リトグラフ用の石板などとして利用され、19世紀になると石灰岩中から産出する化石の研究が始められた。現代におけるゾルン方変と似たような堆積環境の場所にメキシコ湾北部がある。 A.B. ラウジュト、O.W., ヘイング、A.M., ロペス・アーバーロ、A., アンド・ヘッカー、A.A.N.U. リンコ・ザ・ファリアン、From the Rate Jurassic of Germany with A.Denchi-Chion That is unique amongst the Trapaz, Pros 1, 7, E.46,839, シュイガート G2007, アンモナイト・バイ・ストラタグロフィアズ、A. ツール・フォーデイティング・アッパージュラシック・リシグラフック、 ライムストーンズフロムサウスジャーマニー。ファーストリザルツアンドオープンクエスチョンズのエースジャブックヒアジーオリジーントペイロントラジーアップハーリンガン245117から125ドイ、10. 1 0 1 1 2 7 0 0 7 7千7 7 4 9 2 0 0 7 0 2 4 5から0117ハットバーテル KW スウィンバーン NHM& コンベイモリス S1990 ソンホファンエースタディーンメセズックペイリアントラジーケンブリッジトラルアンドリバイズドフロムバーテル KW1978 エインブリックインダイルジシクと OTT ありがとうございます